2006年ゼルダシリーズは20周年の節目を迎えた。そして Wii が発売された年でもあった。記念すべきその年に、任天堂が送り込んだのは、120% のゼルダ。ゲームキューブ最後のタイトルであり、Wii のローンチタイトル。最新作が出るまで、最多の売り上げを誇った金字塔。世界は面白いゲームに溢れている。今回もそんな非常な現実と向き合っていこう。今回ご紹介するのはこちら。ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス。ゲームキューブ版と Wii 版があるんだけど、今回はゲームキューブ版でプレイしていくよ。それではまずはお話から。とある村の青年リンクは、優しい村人、可愛い幼馴染み、自分を慕ってくれるクソガキどもに囲まれて、幸せに暮らしていた。ハイラル城に献上品を届けに向かう当日、魔物の襲撃によってその平和は終わりを告げた。魔物の矢によって倒れる幼馴染み。リンクもなすすべなく倒れてしまう。連れ去られた幼馴染みや子供を救うべく、後を追いかけたリンクの前に現れたのは、謎の扉だった。魔物によって引きずり込まれ、絶体絶命のピンチを救ったのは、左手のトライフォースであった。助かったかと思った矢先、リンクは狼へと変貌し気を失ってしまう。牢獄で目を覚ましたリンクの目の前にいたのは、謎の存在ミドナであった。どういうわけかリンクを探しており、ここから脱出するのを手伝ってくれる。そして言われるがままに向かった先にいたのは、一人の女性であった。彼女はハイラル王国が影の領域に飲み込まれたと告げる。影の戦王山と、彼は多大な魔力を用いて光の世界に進行してきた。光の世界の王女は、民の命を救うべく幸福を選択する。しかしそれは卑劣な罠。影の世界に取り込まれた人間は、魂だけの存在となり果てるのだった。そしてその王女こそがゼルダ姫。しかしワンコとなったリンクにはどうすることもできない。ミドナの力を使って、リンクたちはとある村へと戻ることになる。そこで待ち受けていたのは光の精霊ラトアーヌ。影の領域に連れ去られた幼馴染を助けるには、他の光の精霊を助け、光の領域を取り戻す必要がある。ミドナ自身には何やら思惑があるようだけど、彼女はリンクを助けてくれることになる。こうしてデコボココンビの冒険が始まるのであった。それではまずはグラフィックから話していこう。ゲームキューブ最後のソフトということもあって、映像に関しては文句も出ないくらいの完成度。ただブラウン管でプレイしないと、この綺麗さは体験できないね。結構金かけてキャプチャしているんだが、やっぱり実際の映像の綺麗さは出せないぜ。そして人物のグラなんだけど、猫目リンクの不評を受けて、大幅にリアル路線に寄せてきたね。ただリアル路線といっても、ディズニー的なデフォルメをされた感じだな。新キャラのミドナだけでなく、既存キャラのゾーラなどともマッチするように、ギリギリのラインで止めた感じがするね。個人的に素晴らしい塩梅だと思うんだが、ドンコローネの乳首が、脳裏に焼き付いて離れなくなったので、マイナス100ポイントとさせてもらうぜ。次にお話なんだけど、序盤からかなり丁寧に、村人たちとの交流が描かれている。チュートリアルも兼ねており、ちょっと冗長ではあるんだが、しっかりと描写することで、さらわれた子供たちを助ける動機になっている。またその子供をさらった張本人との、戦闘イベントも大変よくできている。騎馬戦が始まった時には、思わず興奮したんだが、こいつを一騎打ちで完膚なきまで叩き潰したいと思っていると。きちんと橋の上での決戦が用意されている。まあ最初はこちらが完膚なきまでやられたんですけどね。森、ゴロン、ゾーラ、時のオカリナを彷彿とさせる順序で話は進んでいき、このイベントはムジュラの仮面を思い出させる。全体的にちょっと難しいお話なんだけど、動機と演出がきちんとされていたので、楽しくプレイすることができたよ。そして今作ではダンジョン内でも、物語が進行するようになっている。
その他の部分でもカットシーンが増えたんだけど、良くも悪くも JRPG に大きく寄った感じがするね。NPC が共闘している感じを出したかったんだろうが、ちょっとくどく感じてしまったぜ。まあこの時代のアクション RPG は、少なからずこういった要素があったから、許容範囲ではあるんだけどね。今作のナビーポジションがミドナということなんだが、ただのサポート役ではなく、物語に深く関わっている。ゼルダ姫との関わりがほとんどないのと、常に行動を共にすることになるので、ゼルダの伝説ではなく、ミドナの伝説となっている。ミドナが嫌いな人はこのゲームを受け入れられないだろうな。特定地域内の虫を倒す、雫集めイベントや、スタルキッドの鬼ごっこイベントなど、繰り返しとなる部分はちょっとうんざりするものの、西部劇イベントなどの面白いイベントが、後半にも登場するため、最後まで楽しくプレイできたね。それではアクション部分について話していこう。今作もカメラ操作はリバースとなっているんだけど、前作よりも大幅に操作しやすくなっている。キャラとカメラの距離、スティックの反応、これまでで一番快適に操作できるリンクだな。戦闘システムは前作を踏襲しているけど、新たに奥義という要素が追加されたよ。この謎の騎士に会うことでどんどん技が増えていくぜ。これが強力で使用していて楽しい。前作のカウンターシステムを拡張した感じだな。そしてもう一つの狼モード。こちらはアイテムが使用できない代わりに、特殊能力を発揮できるぜ。人間児では見えない魂や、匂いを感じることができるセンス。ミドナのガイドによって、足場を次々に飛び移るなど、独自のアクションが用意されている。しかし一番お世話になるのは、ワープの機能だろう。狼状態でないとワープはできないが、狼状態では人と会話できない。そのため人に戻る作業をほぼ毎回やるようになるんだけど、人に見られている状態でも変身できない。この辺の仕様は面倒だな。これらのモードに加えて、リンクを支えるのがいつものアイテムたち。もちろん一部新アイテムがあるんだが、どちらかというと既存のアイテムの使用法を、拡張させたものが多い感じだな。あまり目立たなかったアイテムも、面白いアイディアで一風変わったギミックとなっている。新アイテムで一番良かったのはスピナー。このようにレールを移動できるんだけど、専用のステージを組まないといけないので、汎用性があまりない。最後に手に入るこのダブルクローショットは、高い汎用性のためその後のダンジョンでも多用される。もうちょっとスピナーの活躍が見たかったね。ダンジョン自体もそれぞれ思考が凝らされており、階段を回転させることで、水の流入方向を変更させたり、ダンジョンを攻略していたと思ったら、スープ作りのお手伝いをさせられていたりと、これまでにないダンジョンが登場する。ただ謎解きの難易度は、全体的に下げられている。新規プレイヤーにも遊びやすいようにという配慮は、今作でも受け継がれているのだろう。ボス戦に関してもこれまでと同じように、そのダンジョンで手に入れたアイテムを使って、攻略法を探していくようになっている。ボス戦に関しては、これまでで一番簡単なゼルダの伝説かもしれない。謎解きもそうなんだけど、経験者には簡単すぎて、初心者には難しすぎる。ゼルダの難易度調整はかなり難しいよな。ただそれでもラスボス含め、戦闘が簡単すぎたというのが、今作の印象としてはあるね。まあ難しすぎるのよりはいいんだけどな。それでは総評へ行こうか。それでは総評やっていくよ。前作から4年の間を空け、丁寧に作り込まれたゼルダの伝説。お話や演出だけでなく、ゲーム部分も細かく配慮がなされていて、久しぶりにきちんと楽しめたゼルダだったね。ゲーム的には時のオカリナよりも上だと思うんだが、エポックメイキングという観点から見ると、やはりまだ超えられていないのかなとも思う。良くも悪くも優等生なゼルダだったね。最初ダークファンタジーと聞いていたから、POD でも出てくるのかと思っていたが、リンクの行動が良い結果へ反映される、いつもの優しい世界だった。エンディングを見た後、戻してというかもしれないけれど、
おすすめできる作品だね。それでは今回はここまで。